ケーニヒスベルクは、中世後期から1945年まで、東プロイセンの中心であった都市。ドイツ語で、王の山という意味がある。現在は、ロシア連邦のカリーニングラードとなっている。北方十字軍の時代、1255年に、ザームラント半島の真南のプレーゲル川川口に、ドイツ騎士団によって建設され、ボヘミア王をたかる二世を記念して名付けられた。 町は、ドイツ騎士団国、プロイセン公国、東プロイセン州の首都となった。バルト海の港は、ドイツの文化的中心地へと発展していった。リヒャルトワーグナー、イマヌエル・カント、ETA ・ホフマン、ダフィット・ヒルベルトなどの著名人の住居もあった。ケーニヒスベルクは、第二次世界大戦中の1944年の、 連合国軍が行った空襲により相当の被害を被り、赤軍との戦いに敗れ、陥落した。ポツダム宣言により、ケニヒスベルクを含む東プロイセンの北半分は、ソビエト連邦に併合、ドイツ人は追放され、その後主に、ロシア人が入植した。その後短期間、キョーニクスベルクというように、ロシア風の名称となり、時の最高会議官部会議長。 ミハイル・カリーニンにちなんで、カリーニングラードと改称された。現在のカリーニングラード州州都である。ケーニヒスベルクを構成していた3つの都市の紋章。アルトシュタット1360年、レーベニヒト1413年、クナイプホーフ1383年、第二次世界大戦前のケーニヒスベルクの地図、ケーニヒスベルクが建設される。 以前の土地はいくつかのプルーセンの集落とトワングステ・トゥワングストとして知られた砦が存在していた。1255年のドイツ騎士団によるプロイセンのサンビア属征服の折、トワングステは破壊され、コニグズバーグとして知られる新しい要塞が建設された。この要塞の名の由来は、北方十字軍の時代に、 最初の要塞の費用を支払ったボヘミア王をたかる二世に敬意を表してそこを王の山を意味するコニグズバーグと名付けたことによるこの新しいケイニヒスベルク城の周りにプレーゲル川に沿ってアルトシュタット、クナイプホーフ、レーベニヒトという三つの町が作られていったアルトシュタットは1256年スッデムに建設されクナイプホーフは プレーゲル川の同盟の中洲で発展した。その二つの町の東方に上地と新プレーゲル川とで囲まれたレーベニヒトがあった。ドイツ騎士団はザムラントの征服を強化し、異教徒のリトアニア大公国に対する遠征のための基地として、ケーニヒスベルクを使用した。1262年から1263年のプロシアの反乱での工場戦にさらされた。 ケーニヒスベルクは、リボニア騎士団により解放された。アルトシュタットは、反乱によって、プルーセンに破壊され、城下の定地に再建された。その後、1286年にアルトシュタットは、クルム法を授かって、都市となり、1327年にクナイプ法府も、その法を授かった。ドイツ騎士団国の中でケーニヒスベルクは、 騎士団の重要な管理的立場にある者の一人で、ある元帥の居住地であった。町は、教皇施設モデナのグリエルモによって、プロイセンを四つの司教区に分けた者の,の一つ、ザムラント司教区の司教座が置かれた。プラハのアダルベルトは、ケーニヒスベルク大聖堂の主たる、守護聖人となり、町のランドマークとしての大聖堂は、クナイプホ富フに位置していた。 1340年にケイニヒスベルクは、ハンザ同盟に加わり、南東バルト海地域の重要な港に発展していき、プロイセン、リトアニア大公国、ポーランド王国の商品を取り扱っていた。年代記作家デュースブルクのペーターはおそらく、1324年から1330年に、クロニクンテラエプルシアを編纂したと推測される。 1348年のストレバの戦いでのリトアニア人に対するドイツ騎士団の勝利後、騎士団長、ビンリーヒ・ホン・クニップ・ローでは、町に死党会の修道院を設立した。野心的な学生は、プラハやライプツヒなどで高等教育を学ぶより、ケーニヒ・スベルクで教育を受けることを選ぶようになった。騎士団は、グルンバルトの戦いで、ひどい敗北を受けたが、 ケーニヒスベルクは、ポーランドリートアニア連合と、ドイツ騎士団との戦いの中で、ドイツ騎士団の支配下のままであった。リボニア騎士団は、プロイセンの分断のケーニヒスベルクにおける、中東軍と置き換えられ、ヨガイラの軍隊によって占領された町の奪回に、参加することを許された。1454年に、プロイセン同盟は、ドイツ騎士団に対して、反旗を翻し、 ポーランドの助けを求めた。クナイプホーフは反乱を支持したが、ケイニヒスベルクの他の地区は、騎士団に対する忠義を再確認した。1457年に、騎士団長、ルートビッヒフォン・エルリックスハウゼンは、騎士団国の首都をマリーエンブルクからケイニヒスベルクへと移した。町の藩人は、道場からビールソンをエルリックスハウゼンに送った。 第二次トルンの和訳により、西プロイセンはポーランドに移譲され、13年戦争は終結した。ケーニヒスベルクは縮小した、騎士団国の新しい首都となり、騎士団国は、ポーランド王国の宝土となった。騎士団長は、元帥の4分の1を引き継いだ。ポーランド中東戦争の時に、大、ヘトマンミコワイ・フィルレイ率いるポーランド軍により、 ケーニヒスベルクは包囲されたが、工場戦は失敗し、ケーニヒスベルクは守られた。宗教改革の時期、ザームランと司教ポーレンツのゲオルクによる伝道を通じて、ケーニヒスベルクは主にルター派に改修した。ホーエンツォレルンケ出身の騎士団総長、アルブレヒト・フォンブランデンブルクは、1525年に騎士の必要人数をケーニヒスベルクに招集し、プロイセンにおける、 ドイツ騎士団の残りの領土を世俗化してルター派に改修した。彼の叔父であるポーランド王、ジグムント一世に対し真珠の礼を取り、アルブレヒトはポーランドのードであるプロイセン公国の最初の公爵となった。プロイセンの貴族が早々に公爵と同盟を結ぶと、同時にプロイセンの農民たちはケーニヒスベルクで、 直接アルブレヒトに忠誠を誓い、圧政的な貴族に対抗するための公尺の指示を求めた。反逆者に武器を置くように説得した後、アルブレヒトは彼らの指導者の何人かを処刑した。広告の首都、ケイニヒスベルクはプロイセンにおける最大の都市で、アリコの一つであった。高度な自治と独自の通貨を持ち、優位にある言語はドイツ語だった。街は、小麦。 材木、麻、毛皮に加え、ピッチ、タール、フライアッシュの輸出を通じて栄えた。ケーニヒスベルクは、ダンツヒやリガと並び、16世紀後半において、毎年100隻以上の船が訪れるバルト海の数、少ない港のうちの一つであった。1544年に、アルブレヒトによって設立されたケーニヒスベルク大学は、プロテスタントの教えの中心地となった。 有能な公爵、アルブレヒトの後を精神を病んだ息子のアルブレヒト・フリードリヒが継いだ。彼の娘アンナは、ブランデンブルク選定校、ヨーハン・ジギスムントと結婚した。ヨーハン・ジギスムントは1618年のアルブレヒト・フリードリヒの死により、プロイセン公国の継承権を与えられた。この時から、プロイセン公国は、ブランデンブルクプロイセンの統治者である。 ブランデンブルク選定校の支配を受けることとなった。城地とケーニヒスベルク城。1912年30年戦争のアイダブランデンブルク編共迫領はスウェーデン王国に侵略されていたため、ホーエンソレルン家の宮廷はケーニヒスベルクに避難していた。1641年11月1日に選定校フリードリヒビルヘルムは、 プロイセン議会に対し物品税を導入するように促した。1656年1月のケーニヒスベルク条約によりフリードリヒビルヘルムはプロイセン公国をスウェーデンの報道と認めた。しかし1657年のベイラウノア役により彼はポーランドとの同盟の代わりにポーランドの主権からプロイセン公国を解放するという取り決めをした。 1660年のオリバ条約により、ポーランドとスウェーデンは、プロイセン公国の独立を認めた。1661年に、フリードリヒビルヘルムは、ジャス・サプリミー・アブ・ソリティ・ドミニという権限を所有しており、自分の許可によってのみ、プロイセン貴族が招集されるということを、プロイセンの議会に通告した。クナイプホーフのヒエロニムスロートを指導者とした。 ケーニヒスベルク市民は大戦抵抗の絶対主義的な要求に反対したが、1661年10月にフリードリヒビルヘルムが2000人の軍隊と共に到着し、権威を強いることに成功した。ロートは慈悲を買うことを拒否したため、1678年に死去するまでパイツに収監された。プロイセン貴族は、 1663年10月18日に、ケーニヒスベルクで、フリードリヒビルヘルムへの忠誠を誓ったが、クリスティアン・ルート・ビヒフォン・カルクシュタインは、選定校による軍の資金提供の要請を拒否し、ポーランドに援助を求めたが、選定校の工作員に誘拐された後、1672年に処刑された。 プロイセン貴族のフリードリ・ヒビル・ヘルムへの服従により、1673年と1674年に、選定校は、プロイセン貴族が認めていない税を徴収し、また、同意なく、ケーニヒスベルクに中東軍を置いた。経済的、政治的に弱体化しつつあったケーニヒスベルクを、プロイセンのユンカーの力で強化した。 ケーニヒスベルクは長らく、ブランデンブルクプロイセンの中のカルバン主義に対する、ルター派の抵抗の中心地であったが、1668年、フリードリヒ・ビルヘルムは市民に対して、カルバン主義の市民と富裕層を受け入れることを、強制した。1701年のフリードリヒ一世の大観1701年1月18日に、ケーニヒスベルク上で、 即意識を取り行ったことにより、フリードリヒ・ビルヘルムの息子先帝公、フリードリヒ三世は、プロイセンの王フリードリヒ一世となった。プロイセンにおける法園ツォレルン家の政府は、ポーランド王国と新生ローマ帝国から独立していたため、プロイセン公国からプロイセン王国への昇格は可能だった。プロイセン王国がだんだんと法園ツォレルン家の 領土全体を指し示すのに用いられていったので、旧プロイセン公国は、ケイニヒスベルクをその州都としたプロイセン州として知られるようになった。しかし、ブランデンブルクのベルリンとポツダムが、プロイセン王の主な居住地であった。1709年9月から1710年4月までに、流行病によって、ケイニヒスベルクでは9368人つまり、 全人口の4分の1の人が亡くなった。1724年6月13日に、アルトシュタット、クナイプホーフ、レーベニヒトは、正式により大きな都市ケーニヒスベルクを形成するため、合併した。その後ケーニヒスベルクと合併した、近隣地域には、ザックハイム、ロスガルテン、トラクハイムが含まれている。七年戦争中の百五十八年の初めに、 ロシア帝国軍は東プロイセンを占領した。1757年12月31日ロシア皇帝エリザベータはケイニヒスベルクのロシアへの併合に関する直例を出した。1758年1月24日ケイニヒスベルクの市民代表はエリザベータに降伏した。 5人の帝国元帥が戦争中の1758年から1762年の間都市を管理した。ロシア軍は1763年まで都市を明け渡さなかった。1772年の第一回ポーランド分割の後、1773年にケーニヒスベルクはプロイセン州に代わって設置された東プロイセン州の州都となった。 1800年までの町の半径およそ8キロメートル以内に7000人の守備隊を含む6万人の住民がおり、当時最も人口が多いドイツの都市の一つとなっていた。1850年頃のケーニヒスベルク第四次、大仏大同盟中の1806年にナポレオン・ボナパルトの働きにより、プロイセン王国が破れた後、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム三世は、 政府と共に、ベルリンからケーニヒスベルクへと逃れた。街はナポレオンへの政治的抵抗の中心地となった。プロイセンの中流階級の間で、自由主義とナショナリズムを促進するために、1808年4月に、ケーニヒスベルクで、美徳連盟が結成された。1809年12月に、フランス人は、その解散を命じたが、その理想は、 ベルリンのフリードリヒルートビヒアーンのターン部軍に引き継がれた。ヨハンゴットフリートフライのようなケーニヒスベルクの役人は、シュタインの1808年法、つまり都市共同体のための新しい法を整備した。そのことにより、プロイセンの町の自治運営を強調した。東プロイセンの交尾軍は、トルラーグゲン会議の後、都市に組織された。 1819年にケイニヒスベルクの人口は63,800人であった。東プロイセン州は西プロイセン州と同訓連合を形成して、1824年から1878年の間、ケイニヒスベルクは連合したプロイセン州の州都として機能し、ケイニヒスベルク地方の中心地でもあった。州総督、テオドール・フォン・シェーンと新聞、 クニックスバーガーボーク生誕紙によって、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世の保守的な施策に対する自由主義の拠点となった。1848年革命の時に大衆の不穏分子による21の事件が起こったが、大きなデモは沈められた。プロイセン王国主導のドイツ統一中の1871年に、ケーニヒスベルクはドイツ帝国の一部となった。 15の取を含む都市の周りの城塞の高度化は、1888年に完了した。広範囲にわたる、プロイセントーブ鉄道は、ブレスラウ、トルン、インステルブルク、アイトクーヘン、ティルジット、ピラウなどの都市を結んだ。1860年にベルリンとサンクトペテルブルクを結ぶ鉄道が完成し、ケイニヒスベルクの小取引を増大させた。広範囲にわたる、 電気鉄道は1900年までに稼働しており、一方、汽船が定期的にメーメル、タピアウ、ラビアウ、クランツ、ティルジット、ダンツヒに就航していた。1901年のピラウエの運河の完成は、ロシアの穀物の取引を増大させたが、東部ドイツの他の都市と同様に、ケーニヒスベルクの経済は、西部ドイツに比べると、外して停滞していた。 1900年までに9000人の強力な守備隊と共に人口は18万8000人に増大し、1914年には24万6000人となった。ユダヤ人は文化的に多元な都市で活躍した。東プロイセンの境界の中にあるケーニヒスベルク戦前のケーニヒスベルクの空撮。ケーニヒスベルク城と旧市街を望む。 1925年頃戦前の市街風景第一次世界大戦における中央同盟国の敗北後ドイツ帝国はバイマル共和制に入れ替わったプロイセン王国はホーエン・ソレルン家のビルヘルム2世が退位して終焉を迎えその後にはプロイセン自由衆が作られたしかしケーニヒスベルクと東プロイセンはポーランド回廊部分の割譲により バイマルドイツ本土と切り離された。東プロイッセントケーニヒスベルクの経済発展に不利な条件となっている地理的な問題を保障するため、1920年から毎年ケーニヒスベルク動物園で見本市が開かれた。1922年に商業航空のための高級的な空港と商用の空港ターミナルビルがケーニヒスベルクデファウに建設された。 1929年に、ケーニヒスベルク氏は、若干の郊外の地域と合併した。1932年に、オットー・ブラウに率いるドイツ社会民主党による、合法的なプロイセン州政府は、中央政府によって放築され、1933年から1945年の、間のナチスによる、支配の間、大韓区指導者、エーリヒコッホは、 選択地方自治に変更した。旧ドイツ東部領土と同様に東プロイセンは1933年3月の選挙でナチスに55%の票が投じられた国内で最もナチス賛同者の多い地域の一つだった。1935年にドイツ国防軍は砲兵大将アルベルト・ワドリッグの指揮下にある。 第一軍管区の司令部をケイニヒスベルクとし、当初東プロイセン全土を含んでいた。その後、1939年3月にメーメル地域を組み入れ拡大し、1939年10月にはチェハヌフとスバウキ地方を組み入れ、さらにビャウィストク地方を組み入れ再び拡大した。この軍隊は第一不評師団を含んでおり、 ナチス以前の常備軍の一部で第61不評手団であった。それは東プロイセンからの予備兵の動員によって作られた。ベルギーに対する進攻の黄色作戦とソビエト連邦に対する進攻のバルバロッサ作戦に参加した。第2次世界大戦回想録第12巻においてウィンストン・チャーチルは 近代化され固く守られた状態であると、ケーニヒスベルクを表した。1939年5月17日の国勢調査によると、ケーニヒスベルクの人口は37万2164人であった。現在のオーデルナイセセミ島の旧ドイツ領土において、ケーニヒスベルクは、ブレスラウに次いで2番目に大きい都市であった。第一次世界大戦後、ケーニヒスベルクには、 東プロイセンにおける1万3000人のユダヤ人の3分の1が居住していた。町のユダヤ人の人口は1933年に3200人から2100人に減少した。896年に作られたケイニヒスベルクの新シナゴーグは水晶の夜の間の1938年11月9日に破壊され、500人のユダヤ人はすぐに逃げ出した。 1942年1月20日の万税会議の、あと、ケーニヒスベルクのユダヤ人は、マールイトロステネツ、テレージエンシュタット、アウシュビッツビルケナウ強制収容所などに収容され、始めた。第二次世界大戦中、ケーニヒスベルクは、プロパガンダ放送局である、ラジオケーニヒスベルクを主催した。1944年に、 英国空軍による空襲により甚大な被害を被り、数日間にわたって都市は炎上した。特に、歴史的な中心街である、アルトシュタット、レーベニヒト、クナイプホーフなどの、元々の都市の構成地区だった部分は、完全に破壊され、京ニヒスベルク大聖堂、城、旧市街のすべての教会、新旧の大学、古い輸送業地区も破壊された。特に、 ネマースドルフにおける赤軍の大虐殺の話が広まった1944年10月以降、多くの人々は赤軍の侵攻より前にケーニヒスベルクから逃げ出した。1945年初めにソ連邦元帥アレクサンドル・バシレフスキー指揮下の赤軍によりケーニヒスベルクは包囲された。ザームラント作戦では、 イワン・バグラミアン司令官の第一ゾイバルト戦線が4月にケイニヒスベルクを奪取した。一時的なドイツ軍による包囲の強行突破は残りの民間人の多くが鉄道やピラウ近くの港からの海軍の引き上げを通じて逃げることを可能にした。ケイニヒスベルク包囲戦においてケイニヒスベルクはドイツ軍に要塞都市と宣言され必死の防衛が行われた。 赤軍による東プロイセン構成中の1月21日に、ゼーラッペン、イエーザウ、ハイリゲンバイル、シッペンバイル、ゲルダウエンからのポーランドやハンガリーのユダヤ人の大部分が、ケーニヒスベルクに集められた。彼らのうちの最高で7000人がザームラントへの死の行進を強制された。その生き残りたちは、パルム日ンで殺された。 ケーニヒスベルク市街戦は激戦となった。ケーニヒスベルクが陥落し、ドイツ国防軍司令官、オットーラッシュが残った兵と共に赤軍に降伏したのは、ヨーロッパでの戦いが終わる1ヶ月前の4月9日のことであった。その時点で赤軍は9万人以上の捕虜を要求していたが、兵と都市の民間人の犠牲者は4万2000人と推定されている。 ラッシュの地下司令部ペ平号は1980年代まで赤軍に使用された後放置された19世紀の要塞複合体の一部で現在は博物館として保存されている。およそ12万人の生存者が破壊された都市の廃墟に残った。主に女性、子供、老人、終戦直後帰ってきた少数の人などの生存者は 実質捕虜として拘留された。1945年以降、ケイニヒスベルクに残った市民の大部分は病気、飢餓、復讐による民族浄化で命を落とした。残った2万人のドイツ人は1949の50年に追放された。1945年の第二次世界大戦終結後、ポツダム会議での連合国の同意を得た。 ポツラム協定により和平調停において領土問題が最終的に解決するまでケーニヒスベルクはソビエト連邦を構成するロシアソビエト連邦社会主義共和国に併合された。会談ではダンチヒワン東岸の地点から東にブラウンスベルクゴルダップの北をリトアニアポーランド共和国東プロイセンの国境合流地点に及ぶバルト海に隣接する ソビエト社会主義共和国連邦の西部戦線の領域について和平調停では領土問題の最終決定を保留するというソビエト連邦政府による提案を検討した。会談では原則としてケーニヒスベルクとその隣接地域のソビエト連邦への最終的な遺憾に関して上記のように実際の国境を専門家による検討の対象とする というソビエト政府の提案に合意した。アメリカ合衆国大統領とイギリス首相は来るべき和平調停において本会談における本提案を支持することを表明した。赤軍によるケイニヒスベルクの占領後、街はロシア風にキョーニクスベルクと呼ばれていた。これをバルト海の街を意味するバルチースクに解消することが当初は検討されたが、 オールドボリシェビキの一人で、ソ連最高会議幹部会議長、ミハイル・カリーニンの死後、1946年7月4日に、カリーニングラードと解消された。その代わり、バルチースクは、近くの港町ピラウの解消に用いられた。ドイツ人住民は占領された、西方ドイツか、シベリアの強制収容所に追放され、彼らの半数は、飢餓や病気で死亡した。 民族浄化の後、カリーニングラードの旧市民は完全にソビエト市民に入れ替えられた。生活は劇的に変わり、街にはカリーニングラードという新しい名が付けられ、日常言語としてのドイツ語はロシア語にとって変わられた。破壊を免れた、いくつかの建物が残った、旧アルトシュタットは再建され、カリーニングラードは工業化と現代化が行われた。 ソ連の生誕地域の一つとして、カリーニングラード州は、冷戦期に、戦略的に重要な地域となった。ソ連のバルチック艦隊の本部が置かれ、その戦略的重要性のためカリーニングラードは、閉鎖都市として、外国人訪問者を締め出した。ケーニヒスベルク大学。後のカリーニングラード大学、現在のイマニュエル・カント国立大学ケーニヒスベルクは、数学者。 クリスティアン・ゴルトバハと、サッカー・ ET ・エイ・ホフマンの出身地であった。哲学者、イマヌエル・カントも生涯をそこで過ごし、160キロメートル以上離れたところへは、旅行に行かなかった。カントは16歳で、ケーニヒスベルク大学に入学し、46歳となった1770年に、そこの刑事上学の教授に任命された。 そこで働く間、純粋理性批判や、人倫の刑事上学を発表した。1736年に、数学者、レオンハルト・オイラーは、ケイニヒスベルクの橋の問題の基礎として、町の島と橋の配列を用いた。そのことは、位相幾何学とグラフ理論の数学的分岐に至った。19世紀にケイニヒスベルクは著名な数学者ダフィット、ヒルベルトの出身地となった。 大部分の市民が使っていた方言は、低プロシア語であり、ケーニヒスベルクの有名な大衆料理には、ケーニヒスベルガークロプセがあった。19世紀の王の門王の道には、400点以上の絵画の、収蔵品がある、芸術協会があり、およそ50点のイタリアの巨匠の作品や、若干の初期のオランダの作品があった。王の門には、ボヘミア王をたかる一世、プロイ先公。 アルブレヒト、プロイセン王フリードリヒ一世の像があった。ケーニヒスベルクには、1875年に完成した、階段らの港の美しい景色が見える、素晴らしい取引所があった。鉄道通りに沿って、有名な王立の琥珀作業所の事務所があり、ザームラントは、琥珀海岸と謳われた。天文学者、フリードリヒ・ビルヘルム・ベッセルを第一長とした、天文台や、植物園、 動物博物館があった。ヘイマーケット近くのフィジカリッシュには植物や人類学的な収集物という史以前の遺物が収蔵されていた。ビルヘルム時代に建設された二つの大きな劇場はザ・スタッド・シアターとザ・アポロであった。ケーニヒ・スベルク城の東側市内の最も著名な建造物の一つに、 ケーニヒスベルク城があり、以前はドイツ騎士団総長とプロイセン校の居城だった。1701年にフリードリヒ一世、1861年にビルヘルム一世が退官した宮殿教会やシュロスキルシュがあり、ドイツ国の中で最も大きなホールの一つで、プロイセンの歴史博物館であったモスカウターザールが城内にあった。1544年にアルベルティナ大学が、 プロイセン公アルブレヒトによって設立された後、ケーニヒスベルクは教育の中心地となった。大学は、ケーニヒスベルク大聖堂の北東側にあった。大学の創立者の一人、リトアニアの学者ストニスロバス・リパリオニーズは、進学発の教授だった。ドイツ語やポーランド語のプロテスタント系、出版物多数が、宗教改革を支持しているケーニヒスベルクで、印刷された。 特に小リトアニア地方出身のプロシア系、リトアニア人によって、ケーニヒスベルクはリトアニア語の出版物の中心地となった。大リトアニアがロシア帝国の領土となり、リトアニア語での出版が禁じられたこともこの背景にあった。また、カトリック信者の優勢な大リトアニアに対して、小リトアニア地方あるウテル派に回収したものが多く、ケーニヒスベルクでは、 リトアニアの方言による祈祷書も印刷された。最初の非宗教的な内容のリトアニア語の本もこの地で出版された。ポール・フリードリヒ・ルイヒとクリスチャン・ゴットリーブ・ミールクは政府の指示を得てそれぞれ1747年と1800年にリトアニア語の辞書を出版した。ケーニヒスベルクで活動していたスポーツクラブには VFB カーニングスベルクと SV プロシアサムランドカーニングスベルクがあった。ありがとうございます。